三門寺門、かかえ名がポーミツ寺は、滋賀県を移しない寺家にある、天台宗の寺院。三号は、孔明山。本尊は、薬師如来。忍寿元年昭恵秋今尾に大使同時の立つ滋賀群、おごと、内寺家の地が与えられ、同時は、昭恵秋市の宇治寺として、上岸五年今尾により創建されたとされる。一説には、今尾以前に、延暦寺の末寺として、最長により、 回帰され、ナバカ神社の別当時であったとも言われる。この地は、小家屋騎士とつながりが深く、地名の、おごとは、今尾の名にちなむとされる。一帯には、宇治神として、今尾を祀るおごと神社や、小家屋騎士祖、落ち名を祀るナバカ神社が残り、当時とは、神宮寺、鎮守者の関係にある。中世には、宝光寺領のおごと層内守家僧をめぐり小家屋騎と、 両方陰門跡との間で訴訟が起こっている。この際には、昭敬や騎士の寮となったが、尾月氏が身武家と大宮家に分裂すると、両者の間で、再び総論となっている。身武家寮となった法光寺寮は、その後戦国時代に六角氏の支配下となり、六角氏は身武家に八十国を上納することとなった。王子には、同社二十四社会、シ院。 創三34時あったと伝えるが、元気2年、織田信長の比叡山焼き討ちの際に消失し、延長3年再興が図られた。現在は数棟の道具が残るのみで、本堂は1916年建造。ありがとうございます。